型式番号 NZ000 モビルスーツクイーンマンサ、アクシズでニュータイプ用に開発され、クレミー軍の最終兵器として戦場に現れた。パイロットはプル2、強化人間としてクイーンマンサの戦闘力を存分に引き出した。背面のコンテナにはファンネルを多数搭載、両肩のバインダーにビームサーベルを内蔵、腕部や背面にはビーム砲を装備。中でも胸部に装備したニモンの背目がキャノン砲は絶大な威力を誇る。また敵のビーム攻撃を防御するメガ粒子変更機を装備、攻守ともに優れた機構を多数備えている。サイコガンダムとキュベレーの流れを合わせ持つクイーンマンサ、強化人間プル2の優れた操縦によってアクシズの最終決戦ではダビアンローズを沈め、ガンダムチームを翻弄した。攻撃力、守備力とともにその巨大な機体からネオジオンの最終兵器と呼ぶにふさわしいモビルスーツであった。